卵先生質問ですの時間です。この番組は医者や医療系を目指す学生たちに現役だからこそアドバイスできることをしたり、同じ学生だからこそ共有できること、また介護福祉士として現場で何を見たかなど、視聴者の方たちに医者や医療にもっと興味を持ってもらえるようなラジオを目指してお送りします。はい、視聴者の方誰でも些細な相談や質問を番組内のメール、それぞれのブログでも受け付けていますので、どしどし送ってください。はい、ということで今週はお知らせがあります。はい、卵先生質問ですのツイッターのアカウントを作成しましたので、見えます？はい、見えます。エッグティーチャー、エッグ EGGTEACHER のスペルで検索していただければ、ツイッターのアカウントとして作ってますので、はい、さっき作ったんですけど、こちらの方にどんどん感想でも何でもいいので送っていただければ幸いです。ね、うちらの意識向上にもつながりますの で、 です、ね、ぜひよろしくお願いします。あと謎々とかリアルタイムで皆さんもお答えいただいて。そうなんです、もううちらよりいち早く答えを、はい、教えていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあこれ立てかけておく。あ、どこいいんですか？なんか立てかけて。見えますか？そうですね。あ、すごいスーパー綺麗に撮れそう。すごい。じゃあ適当にパコンとここら辺に見えますか？あ、上の方がいいですか？じゃあ、じゃあ CM 終わったら普通にポンってつけておきますので、これをご覧になってはい、ツイッターお願いします。ぜひお願いします。お願いします。というわけで、はい、どうでしょう。今日はまいさんがいないんですけれども、まいさんがいないんです。そうですね。本当うちら頑張らなきゃいけないですね。二人で頑張りましょうね。これさん。負けませんよ。今日はなぞなぞちょっと難しいん で、 なんですよ、みんな頑張ってくださいね。なのでちょっと皆さん頑張っていただいて、はい、という感じですね。さあ夏休み。もう中盤ですよ。もう中盤ですよ。早い。お盆ももう終わってしまい、明日から。お盆どっか行きましたか？お盆は海にまた行きました。いや、私は海行ったんですよ。あ、行きました？なんか家族旅行行って、うん、なんかそのついでに海も行って、いいですね、背中すごい焼けました。でもちょっと黒くなったの分かります？ちょっとでも、ちょっと、こんがりって感じ。というわけで、CM でーす。